ダンスビューをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。庄司浩太です。庄司奈美です。今回は王道に舞うワルツ後編ですか、もう終わりです。今回、まあ、前回ですね、前編ということでベーシックを中心とした基本動作、そして少し応用の話もさせていただきましたが、今回はそれに引き続いてさらなるバリエーションのステップ、そしてピクチャーポーズの方もですね、解説していきたいと思います。そして最後には皆様から寄せられた質問コーナーというのがございますので、どうぞお楽しみにしてください。それでは早速いってみましょう。どうぞどうぞ。1と23、123と123、123、123、123、123、1と23。はい、まずはじめにグループ3よりナチュラルフォーラーウェイ、スリップピボット、そしてテレマーク、テレスピン。この解説をしたいと思います。そもそもですね、ナチュラルフォーラーウェイって何ですかっていう方いらっしゃるかと思いますので、まず初めに踊ってみたいと思います。ちょっとまずこちら側からグループにナチュラルターンが終わりました。ナチュラルフォーラーウェイ、ピボット、テレマーク、テレスピン、ここまでですね、スローアウェイは。もう一度ちょっと反対側からやってみましょう。ナチュラルターン終わりました。ナチュラルフォーラーウェイ、スリップピーボット、テレマーク、テレスピン、このようなステップです。で、まあ文字通りナチュラルフォーラーウェイですから、右回転でフォーラーウェイポジションになるということですね。で、フォーラーウェイポジションって何ですかとね、今更聞くのか、庄司浩太という思ってるでしょうが、フォーラーウェイっていうのはプロムナードで交代したポジションになります。まあ、こんな感じね。PP になりました。例えば、プロムナード、前進してプロムナード、交代したら、これがフォーラーウェイ。で、このプロムナードにね、前編の時も何度かお話ししましたが、どっちが開いてどっちが戻るか問題っていうのは、すごい非常に今ね、国際問題になってます。でそこで喧嘩して、ね、押した引いたのはさ20年で辞めちゃうっていうね、そういうカップルが非常に増えていると、WHO のなんとかさんが言ってました。